ね。では次は八犬伝さんです。よろしくお願いします。
現状の、純フルメンバーも本当はもう一人メンバーがいるんですが、まあ、純フルメンバーということで5人でクローブさんに初めて出させていただくことができました。ありがとうございます。最初に演奏させていただいたのは、まあ、80年代初頭に、日本では、ね、一世を風靡したクリストファー・クロスという、まあ、ちょっとメロウなね、アーティスト、懐かしいですよね、はい、クリストファー・クロスの代表曲「セーリング」という曲をですね、やってみました。はい、まあ、1曲目にやった「セーリング」にも代表されますように、八犬伝というバンドは80年代、ね、70年代後半から80年代初頭にかけて日本では AOR というジャンルが確立されたんですけど、まあ、その時代の音楽とても好きなので、少しいい曲をピックアップしてカバーしていってみようよっていうことで集まったバンドです。なかなかいないんですよね、こういう曲演奏、ね、聞くのは結構簡単なんですけど、実際生演奏で聞くっていう機会はあんまり自分の知る限りないので、であれば自分で作ってしまおうというところで立ち上がりました。はい、どうぞよろしくお願いします。2曲目はですね、79年、昭和ですと54年ですね、79年に、リリースされましたウエストコースト、ロックを語る上では欠かすことの、できないシンガーソングライター、ジェリー・サウザーという方の曲で、これは代表曲です。要はオンリーのオンリーという曲をやってみたいと思います。
なんていうのかな、まあ、あのアメリカの、まあ、アメリカに限らず洋楽のラブソングというのは I want you, I need you、ね、あのなんていうのかな、自分のものにするぞと、こう肉食系の歌がとても主流なんですけども、このジェイリー・サウザーっていう方の書く曲というのは、もしよかったら電話をかけてきてとか、もしよかったら僕を呼んでくださいっていう、そういうこうなんていうのかな、とても日本人的なちょっとこう奥ゆかしさっていうか、ちょっとそういうなんていうのかな、内情的なあのニュアンスの言葉が多いんですね。でこの曲もその代表曲のこの You're Only Lonely というのも、まあ、そんな感じで、あのもしよかったらあの僕を呼んでくださいっていう曲です。はい、あのちょっとねいい曲ですね、とても、はい、まあ、とりわけ日本人の日本男性には金銭に触れる、まあ、心当たりのある方も多いのかもしれませんけれども、そんなちょっと胸に刺さる曲をやってみたいと思います。これからも発見電話、はい、ヨーリロミでした。ここで、バンドのメンバーを皆さんにご紹介したいと思います。もうですだってもう今日6曲しかないんですよね、2曲やったんで、ここで紹介しますよ。オンギター関正人、関です、よろしくお願いします。今日はお仕事の合間を縫って、クローブに駆けつけてくださいました。こう見えて美容室のオーナーさんでいらっしゃいます、はい、女性の皆様、なんだっけ、ヘアカルチャーという千葉の小倉台にあるヘアカルチャーというお店です。小倉台駅降りて、いや降りて1分ぐらいのところです。はい、あのとても腕利きの、はい、方々のスタッフの方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひご用命ください。ヘアカルチャーどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ドラムさん JK、 JK さんはおそらく僕ら発見伝の中ではあの一番有名なプレイヤーさんではないかなと思います。もうあちこちのセッションバーライブハウスを荒らし回ってる男です。はい、ラーメン屋も荒らし回ってます、はい、あのフェイスブックによくラーメンをここのラーメンを食べてきましたっていう投稿をたくさんされてて、もう おかげで僕はもうラーメン全然食べなくなっちゃった、もうラーメンいいやと思ってでそんな JK なんですけど、本当にたくさんのバンドで活動されてにもかかわらず今回の声かけにあの応じてくださってですね、あの発見での、一人の発見手として、ドラムを叩いてくださっております、これからもあの活躍をしていってほしいし、うちのバンドでもぜひ続けていってほしいなと思います。JK です。JK、そして今日一番遠くからこのクローブに駆けつけてくださいましたオンベース米山浩一、どうもよろしくお願いします。僕は個人的には米山さんと一番、お付き合いが長くてもう10年以上になるんですけど、20代の時からお世話になってて、いろんなバンド作っちゃ壊しその全てにあの一緒に関わってくれた、素晴らしい、素晴らしく忍耐強い方で、忍耐強いからベーシストとしてぜひ抜擢させていただきました。見ての通りとてもクレバーな演奏する方で、直情型の多い発見伝のメンバーの中にあってはとても理性的なプレイヤーって大事ですので、米山さんの存在はいつもありがたいなと思っております。どうぞ米山浩一、お願いします。そして、もう一人、発見伝の本当は発見伝の在籍メンバー女性2人いらっしゃるんですけれども、まず、今のところこう一点ということで皆さんにご紹介します。有名な方ですね、ピアノの高野優月、こんにちは、こんにちは、こんにちは、かわいいです。はい、ということで早速黄色い黄色を飛んでおりますけども、についてはもう説明不要だと思います。もうあちこちで活躍されてますし、ブロードウェイというね、ご夫婦のデュオで大変この辺のエリアでは幅広く活躍の場を持って、ね、演奏活動されている方です。もう本当にお忙しい方で音楽教室の先生でもあるものですから、
毎日大変駆け回っているんですけれども、まあ、やっぱりこうして発見伝の、お声をかけに応じてくださってですね、参加してくださっております。今日も本当はなかなかちょっと厳しい状況であったんですけれども、なんとかタイミングを合わせてこちらに合流してくださいました。彼女のピアノはもう間違いなくプロフェッショナルですから、メンバーの中でもね、演奏力はもう随一ですので、どうぞピアノの音を楽しんでください。はい、高野ゆずきです。お願いします。そして、私、ボーカルとギターと担当しております。名前を最近変えまして南大輔と申します。どうぞよろしくお願いいたします。僕ね、実は昨日もここにいたんですよ。なんだっけ、昨日もいたんですよ、ここに。で、昨日いてですね、4時半、昨日ちょっとしたイベントで、ジャーニーのね、セバレトレーズを歌ってくれということでね、また声かけていただいたんです。それで、バンドさんがいらっしゃって、ジャーニーのセバレトレーズ、じゃあ頑張って歌おう、4時半に、リハーサルに来てくださいということで、4時半からにクローブに来て、リハーサルを終えて、で、本番が12時だったということで、7時超えたんです。もう7時間どうしようかなと思って、勤務時間に相当する、ね、寝ても覚めてあ、まだこんな時間だ、もうちょっと寝られるんだとか、もうこっちに戻ってきたり、あっちに行ったり、あっちこっちあっちこっち、わけわかんなくなって、もう日付も変わってしまいましてね、ステージに上がって開口一番、皆さんに明けましておめでとうございますって言っちゃいましたそんなわけで、昨日に引き続き、僕はこちらクローブさんにお世話になっておりますけれども、今日は自分のバンド発見団で、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもすいません、ご紹介が長くなりました。どうもね、私の MC は長いということでですね、メンバーから大変批判を受けておりますので、そろそろ尺を短くしてライブをスマートにしようと今試みておりますというわけで、次の曲に行きたいと思いますけれども、次の曲はですね、AOR のこれもまた代表曲なんですが、アメリカではなく、これはオーストラリアですね、オーストラリアのメルボルン出身の、デュオ、スーパーデュオ、世界的にはとても有名です。日本でもとてもヒットしました。もう言えばすぐ分かると思います。エアーサプライっていう、デュオの代表曲ロストインラブという曲をですね、うちのもう一人のボーカリスト関正人さんのボーカルと私のボーカルとツインでやってみたいと思います。ぜひ聴いてください。You know you care for me. I've been loving you.
がですか、懐かしいですか。ああ、いいですね、ありがとうございます。もうそういうお声を聞けただけで本当にあやってきた甲斐があったなと思います。あの、オモロミウスってね、明日の、なんていうのかな、明日の音楽の神様、ね、女神様、まあ僕は男ですけど、あの、玉のミウスね、ですけれども、やっぱ昨日忘れちゃいけないなということですね。ポチシンっていう日本人の言葉もありますけど、あの、この40年前くらいですかね、このちょっと輝いてましたよね、洋楽が。とてもまあ今もそうなんでしょうけど、昔の洋楽ってパワーありますよね。まあそういうのをすごく大事にして生きていきたいなって僕は思っているので、発見でもそういう、まあちょっと古いって言っちゃうとそうかもしれませんけど、でもそんなことはありません。こういう過去の曲を聴くことでトモロミウスになるんだと思います。というわけで、次の曲やりたいと思います。テンポ呼ぶ意味ないと思います。お待たせしました。では、ここで、バンドの、現状の行為点、高野ゆずきに1曲歌っていただきたいと思います。昔あのパーラメントのコマーシャル見たことありますか。あのビルがです、ビルがこうパーってボビー・コールドウェイのあのハートオブマインとか、ステイウェイズミーとか、あとね、そういう昔ちょっとあったんですよ。今タバコのコマーシャルってほとんどね、今見ないけど昔は結構ねあったんですよね。で、まあ、そのパーラメントのコマーシャル、特に AOR ナンバーをフィーチャーにして、僕も個人的に大好きだったんですけど、まあ、あのそんな、その頃の曲の中で、まあ、女性のボーカルといえばもうあのカーラ・オノフというのがいましてね、あのウェストコーストのシンガーソングライターなんですけど、まあ、これがいい曲を書くんですこの人が。うん、でそのカール・ボノフの、パラメットのコマーシャルでも使った曲が「オール・マイ・ライフ」という曲があって、それを彼女にちょっと歌っていただきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ鍵盤を手伝っていただけますかね。
この席に。ありがとうございました。ありがとうございます。喋っていいよって言われたからすごい嬉しくて、喋らないと生きていけないタイプなんですけど、派遣での時は喋っちゃいけないみたいな感じで。もういいよ。もう一回。私が喋るとね、ひねみさん言わなくなっちゃうのであれなんですが、一言だけ喋っていいよって言われたから喋らせていただきます。歌が好きでですね、でもあらんがちピアノが弾けるもんで、なかなか歌っていいよという機会を与えられることがかわいそうに少ないんですね。それでもうちょっとかわいそうに少ないんです。でピアノを弾きながら弾き語りでとかいうチャンスは大変恵まれるんですが、バンドさんと歌いたいっていうのが死ぬまでに絶対に叶えたい夢だったのを無理くり叶えていただける場所で派遣でやらさせていただいております。英語があっちゃんとのりちゃん見ちゃいましたが、英語が大変苦手なので、弟子入りをさせていただきながらゆっくり派遣でいっぱい来てるから教わった方がいい、ね、でも学びながら日本人さながらの、ね、英語で頑張っていきたいと思います。以後よろしくお願いします。日本人さながらの英語で頑張る、日本人さながらの英語で頑張らないでください。覚えてください。もう、ね、取れちゃいましたけども、それなりで頑張りたいと思います。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。完璧でした。 All my life でした。ありがとうございます。剣伝、あと2曲で、皆さんとお別れになります。次回の剣伝は8月、26日これは金曜日になります。千葉市中央区富士見町多分2丁目だと思います。はい、トッパーズというセッションバーで、すごい横須賀の外人バーみたいなところなんですよね。どっからどこなんかうぞんぞじゃない外国人の方がとてもたくさんお越しになるところにちょっと行ってきます。まあ、どうなることやらって感じですけれども、まあ、その26日も全員集まりそうなので、はい、なんとかこういった感じでちょっとやっていきたいなと思っております。もしご興味のある方、千葉まで出かけたついでなんてのも OK だと思います。もしよかったらチャージないと思います。お店ね、ないですね。なのでぜひはい、お気軽に遊びに来てください。はい、ナンパに気をつけてください。はい、じゃあ残すもあと2曲になります。これは76年に、ハードキャンディーというアルバムが大ヒットしたネット・ド・ヒニーという、まあ、これ日本ともなかなか縁の深いシンガーソングライターさんなんですが、の AOR の名曲1曲 Get It Up For Love という曲をやってみたいと思います。
ました。じゃあもう、8件目はこれで、ラストナンバーとしたいと思います。トゥモローの皆さん、最後までもうここまで来たら最後まで楽しんでいってください。最後、大トリは、大御所、僕の最も尊敬するバンド、ケンブルロックさんにバトンを投げたいと思います。ケンブルロックさん、楽しみにしてます。どうも皆さん、ご清聴いただきありがとうございました。
Thank you.